こんにちは、こんばんは、おはようございます。こっちにの部屋へようこそ。今日は、なんかね、Amazon プライムで面白いドキュメンタリーを見たので、ご紹介します。今ね、画面の共有しますね。画面の共有。はい。ね、画面の共有で、現在、これですね。死者の記憶を持つ子供たちっていうのが Amazon プライムで無料で今見られます。で、ほら、福地のほら、アカシックレコードで不幸な過去生の救済とかってアドバンスその1でやってるんですよ。で、それだと、なんかさ、すごい遠くの昔だったりして、で、そんなに早く輪廻転生ってしないと思ってたんですね。本当に、つい、で、このドラマを見て、このドラマっていうかドキュメンタリーを見て、びっくりした。何がびっくりしたかっていうと、わずか4年でまた生まれ変わってきたり、あと 9.11 からだから10年とか20年でまた現世に戻ってくる人がいる。で、その特徴、子供たちが記憶を持ってるんですけど、早く生まれ変わる人って特徴的なことがあって、老衰死とか、普通な人生じゃなくて、テロに巻き込まれてお亡くなりになったとか、なんか、突発的な事故に巻き込まれてお亡くなりになったって人は、比較的早く、最短で4年で生まれ変わってるんですよ。それで前世の記憶を持ってるんですよね。うん、で結構ね、第二次世界大戦の間に生まれ変わった人とか、あとタイタニック号の時に生まれ変わった人っていうのもいますけど、それはもう随分時間が経ってるから、それなりに時間が経ってますよね。で、本当に何だろう、テロに、爆弾テロ、オクラホマの爆弾テロっていうので生まれ変わった人は4年だった。オクラホマの爆弾テロってさ、アメリカ人だと誰でも知ってるのかな？福地の知らないんだよね。後でドラマ見た後調べようとも思わなかったけど、あと 9.11 の同時多発テロで亡くなった子も結構早めに、あれなんですよ。生まれ変わってる。ですよね。うん。あと、風と共に去りぬの、劇作家とかさ、いろいろな、うん。うん。いろいろなものがあるんですけど、やっぱり、うん。そう。だから、今まで、アカシックレコードの講座とかだと、やっぱり本当に、江戸時代とか、中世とかさ、そんな時代で、もう、つい最近でした。ほとんどいなかった。例えば、今、令和ですよね。で、平成の時に、子供の時に亡くなったなんて記憶とかをアカシックレコードで見てって、再現したっていう人は、未だにいないし、まあ、昭和の時の人もいない。だよね。明治大正昭和あたりになると、まあ、出てくるんですけど、そんな感じですごく衝撃を受けました。なので、一つこのドラマを見て、グチーヌがアカシックから勉強したことじゃなくて、このドラマを見て勉強したことは、テロに巻き込まれたことか、ね、は、すごく早く転生してる人は。で、思ったのが、テロに巻き込まれるってもしかして、
突発的な出来事で、アカシックとかにはない出来事だったんじゃないのかなって思ったりした。だから、その人の人生のブループリントの中で、戦争で亡くなった方は、だいぶ時間がかかったけれども、ブループリントの中で不慮の事故、不慮の事故に巻き込まれて亡くなっちゃった方っていうのは、もともとそういうブループリントに書かれていたわけではなく、そういう不慮の事故に巻き込まれた。だから、すぐにまた地上に、だ本来生きるべき時間を生きずに、テロに巻き込まれたことによってダメになったから、次の生がすぐ与えられるっていうシステムなのかなと思って、そこら辺はね、本当にまだアカシックレコードで解明できてないんですけれども、今回そういう、でも事故で亡くなったりとかテロに巻き込まれるってことがあんまりないかもしれないけど、いまだにまだ福知秀のアカシックレコードのアドバンスのうちで不幸な過去生の救済でテロに巻き込まれたので、平成でも日本ってさ、人が死ぬようなテロってあった、オウムのサリン事件って、あれ亡くなった方いらっしゃるのかな、いらっしゃるのかな、そんな知識じゃダメだよって怒られそうだけど、なんかサリンを巻こうとして結局巻いた人もいるし、巻かなかった人もいるし、電車から次の駅で降りてみんな助かったり具合悪くなっただけなのかな、何人か亡くなったのかな、わかんないけど、日本って平和だよね、そう考えるとね、テロとかないでしょ、ないよね、福知秀が知らないだけかもしれないけど、そう考えるとなかなかですよね。戦争で亡くなった方はやっぱり50年以上かかってるし、ということです。なので、一つ分かったことは、テロで亡くなった方っていうのは、4年とか10年とかで次の生を与えられる。さらに分かったことは、それは多分そういうシステムなんじゃないの？アカシックレコードにテロに巻き込まれて死ぬとかさ、そういうのっていうのはないから、リベンジ、がすぐ与えられるっていうこと。その以外の方は、まあ、いろいろと、あるって、そんな早くどんどん生まれては来ない、じゃないのかなっていうか、ここら辺は、なんかテーマとして追求、そのうち講座の中で生徒さんと一緒にやっていこうかなとは、思いますということで、今回は短かったけど、雑談というか、この、Amazon プライムの、会員でしたら誰でも無料で見られます。で、プライムの会員じゃないと有料になるのかな？でも Amazon プライムはすごくいいですよ。Amazon プライムの会員になるだけで、ビデオだけじゃなくて、音楽も結構無料で聴けるし、福知秀大体もう音楽 Amazon プライムだから、で、YouTube と違って音楽を聴くとき、Amazon プライムのいいところは、ダウンロードして聴くから、YouTube をずっと聴いてると、Wi-Fi 接続してるときとか、光接続してるときは、そんなに容量取られないけど、よそで出先で聴くと、すぐギガなくなっちゃうじゃん。そんな感じで、Amazon プライムだと、ビデオもね、ダウンロードしとけるの。ダウンロードしとける。ビデオとかもダウンロードしといて、出先の移動中に見るとかってもできるし、音楽もダウンロードしといて聞くってことができるので、Amazon プライム、おちちめでちゅよ。おちちめ。おちちめでよ。Amazon プライムの回し物になっちゃったみたいだけど、まあ。ね。あともう一つ、福知秀のカード、ゴールドカードもらいましたってところに書いてあるんだけど、Amazon プライムってプライム会員に年間4000だかいくら ?4000 だか5000だかかけて払うのと、Amazon プライムゴールドカードっていうのに入っちゃえば、それも年会費5000だか6000だったりするので、プライム会員に
プライム会員になるんだったら、アマゾンゴールドカードを持って、リボ払いに登録して、そのリボ払いを、1回30万までリボ払いとかってやっちゃうと、毎回一括払いになるから、それいいんじゃないかなと思います。で、これを再生させてみんなに見せちゃうと、あれだよね。多分著作権ですごく引っかかると思うんです。著作権で。ただ、こういうのがありますよって紹介する分には、多分 Amazon さんから喜ばれると思うんでちゅ。思うんでちゅよ。ということで、今日はこんな感じ。以上です。おじんちなーらなーがとーにゃん。バイバイチーン。バイバイ最後までご視聴ありがとう。いいねボタンとチャンネル登録お願いね。それから SNS でシェア拡散大歓迎でよ。